今日ご市ライブは上町の浜上町長にお話を伺いました。まず上町の海の魅力について教えてください。はい、豊かな海ということに尽きると思います。上町の霞の港、芝山の港から水揚げされる新鮮な魚介類、松葉ガニ、霞ガニ、たくさんの海の恵みで上町は繁栄してきました。そしてやっぱり上町の海といえばジオパークもそうですね。はい、昭和30年代から山陰海岸国立公園ということでもう50年以上経ちましたですけども、ここ近年は近隣の市や町と山陰海岸ジオパークの取り組みに一生懸命になってまいりましたし、そのことで世界認定も受けたし再認定もいただきましたし、また今年は日本ジオパークの再認定ということで先立って改めて再認定をいただいたところです。ではその海を取り巻く課題というのは何でしょうか。漁業を取り巻く環境で言いますと後継者不足であったり都市部での漁食離れということがあって、大変漁業者の皆さんもそれに関連する水産加工業者の皆さんも漁食離れっていうことが一番の課題であろうかなというふうに思っています。そういった課題を解決するのに必要なことというのはどういうことでしょうか。漁食普及条例というものを全国で初めて議員提案によって提案をいただいてその条例を制定しています。で毎月20日をトトの日というふうにして、まずは地元で揚がった魚を町民自らが頑張って食べようというような動きもしておりますし、また学校給食にも地元産の魚をたくさん使っていただくような仕掛けもして、まずは自分の町から魚をたくさん食べて、都市部の方でも漁食普及につながるような動きを条例も制定して頑張っています。では浜上町長の思い描く海の理想の姿を教えてください。もう上町霞は海で生きてきた町ですので、昭和30年代40年代たくさんの船が港に多くの魚を水揚げして、当時の活気あふれる町になんとかこう行政も力を絞ってさまざまな課題を克服してにぎわいが取り戻せたらなというふうな思いがしています。海と日本。